平野紫仕様の青春日は、キンプリの笑顔の裏に潜む感動のエピソード。キング・アンド・グヌスの魅力的な一員、平野紫仕様。その素顔に迫る貴重な瞬間が、4月1日放送の冠番組、キング・アンド・グヌスで明かされました。平野の仕様の冠コーナー、クイズぶらり平野くん、が放送され、彼の高校時代にまつわる悲しいが笑えるエピソードが明かされました。 今回の企画では、平野潮が静岡県を訪れ、彫刻アトリエやアームレスリング道場、足で踏まれるマッサージなど、多彩なアクティビティを楽しんでいました。特に注目されたのは、沼津港深海水族館での出来事です。深海魚が100種以上も展示される水族館で、平野潮はまるで子供のような無邪気な反応を見せました。高田しガニを見つけては、高田しガニじゃん。 と大興奮、深海魚を観察しながら、映画エイリアン VS プレデター2004年見たい、と独自の例えを交えて盛り上がっていました。しかし、その笑顔の裏には過去の少し寂しいエピソードも明かされました。平野紫洋は高校生の頃、ダイオウグソクムシを見つけた際に周囲から、みんな気持ち悪い、で、ちょっと距離を空けられた、という経験を打ち明けました。 誰もが通る青春時代の葛藤や苦労を彼も経験していたことが彼の人間味を際立たせています。さらに番組では平野市洋が水族館に展示するための魚を採集するシーンも紹介されました。その中で平野市洋はサメの引っ越し作業に挑戦します。 一瞬の驚きを抑えながらも、その勇気ある姿勢はファンにとっても感動的な瞬間となったことでしょう。そして、笑いも忘れない平野市洋が、魚たちを水族館に運ぶ手伝いをしながら、意外なエピソードを暴露していました。真っ赤でトゲが生えたイガグリガニを見て、めっちゃ尖ってんじゃん。と戦慄する様子に彼の率直な感情が現れています。さらに、 このガニを JR 時代の岸優太くんに例えたことも明かされました。笑いながらのエピソードトークが、平野仕様の人柄を一層魅力的に浮かび上がらせました。ネット上でも、この放送に対する反響が大きかったことが伺えます。ファンたちは、サメがティアラなのは笑った、ガニで岸くんを思い出すのはさすが、平野くんの例えがいつも面白い、といった声を上げ、 彼の魅力に改めて簡単の声を寄せています。キング・アンドブスの平野仕様が見せる笑顔の影には、青春時代の思い出や感動が詰まっていることがわかりました。彼の率直さや人間味ふれる一面は、多くの人々を魅了し、ファンとの絆をより深めています。これからも彼の活躍から目が離せません。